はい、お疲れ様でした。7月23日桧原湖ガイド終了しました。ですね、今日は、まあね、4連休2日目ということで、まあそこそこやっぱり人は多かったかなと思います。まあ人が多くて、まあ予報よりは若干暑かったような気もするけど、最後夕方にスコールが来て、そこで水、まあ、ね、一気に気温も下がってという感じで、まあ久しぶりに湖ほぼほぼ全域でスコールあったような気がしますね。はい。まあそれで今日は、まあ僕も基本的にもう混んでるタイミング、混んでる連休とかは、あんまりね、すごい人がいっぱいいる船団とか、そういうところはまず行かないので、まあ基本的にはもう空いてるところ、ボートがいないところでやってったんですけど、まあ、あれかな、まあ時間によってはちょっと、ね、少し、なんていうのかな、まあちょっとボートが密集しているところの、まあ密集しているストレッチの中でちょろっとやったりもしましたけどね。はい。で、まあ今日はもう、ライトキャラとダウンショットだけですね。ダウンショットも超ロングリーダーじゃなくて、ここですね、このリーダーの長さ30センチとかそのぐらいの、まあ、普通のダウンショットが桧原湖では一般的なダウンショットですね、とライトキャラのみでした。はい。で、まあ数サイズともにそこそこっていう感じですね。まあ40センチ前半、まあ1センチとかじゃなくて43.5センチとか42センチとか、その辺の魚も釣れてくれて、まあ数もまあそんなにめっちゃ釣れたわけじゃないですけど、まあ数もそこそこポロポロという感じでした。で、まあやっぱり釣れるところはとにかく水通しのいいところ、で水通しのいいところで、まあ昨日なんかね、湧き水とかもちろっと言いましたけど、なんかそういうところよりかはどちらかというと、もう普通になんだろう、水が動くところ、そういう湧き水でちょっとなんていうんですかね、まあ少し冷たい水というか、そういうのが湧いているようなところよりも、普通に本湖の水がよく当たっているよ、当たりやすいようなところで、ディープじゃないところがよく釣れたと思います。やっぱりディープがちょっと最近ちょっと難しいんで、まあミドルですよね。まあ釣ってる水深としてはまあ5-6メーターかな、5-6-7メーターくらいで、魚を釣ってました。まあシャローはちょっと今日はやめておきました。まあ最初だけちょっとやったかな。あとスコールが振っている最中はまあちょっとトップ投げたりもしましたけど、まあ基本的にはその水深のライトリングに終始、あとフットボールでも釣れましたね。フットボールもまあ7メーターくらいかな、7メーターくらいのフラット。ただまあ、ね、7メーターくらいの普通になんかね、若さに食ってるような魚、基本的にそんなに簡単ではないので、まあちょっとだけしかやらなかったですけど、まあそれで最終水深をフットボールでも釣ったけど、まあ基本は、5-6-7 の、ライトリングっていう感じでした。はい。まあそうですね、はい、今日まあ連休2日目ということで、多分一番混むタイミングだったと思うんですけど、まあとりあえずなんとか今にかそこそこ連れてくれたのかなというふうに思います。はい。